前回は新しくて懐かしいニューレトロなスポット巡り、イーデン旅を楽しむゆうちゃん。今回は普段は見られない裏側へ。近くで見ると車輪って大きいんですね。さらに飯坂温泉の名物をパクリ。長沢優のニコニコ絵日記。さあ、優ちゃん、次はどこに行こうね。やっぱりこういうローカル線の良さってこの近さですよね。町との距離が近い、なんかあと暮らしが見えるような。本当、お家も車もすぐそこだね。景色を楽しんでいたら気になる駅に到着。ここ桜水駅には面白い場所があるんだって。お、この駅にはイーデンがたくさん並んでますよ。なんだろう、倉庫みたいになってるのかな。ちょっと聞いてみますか。こんにちは。今この駅に着いて外に車両がたくさん並んでたんですけど、あれはどんな車両なんですか？ あちらなんですけども、はい、飯坂線の車両基地になっておりまして、はい、電車の点検や整備のためにこちらの方に電車を置かせていただいております。なるほど、整備。桜水駅の車両基地では飯田を間近で見学できるんだって。ゆうちゃん、行ってみよう。こんにちは。すいません、見学させていただけるということでちょっと来たんですが、はいはい、いいですか？あ、大丈夫です。早速ですが、はい、普段ホームから見ている景色と違って間近で見ると電車って迫力ありますね。そうですね。改めてこちらではどんな作業をしたりどんな場所になっているんですか？ここは3日に一度の列車検査と、はい、あと3ヶ月に一度の月検査、はい、あと定期検査をやっております。イーデンは全部で14両、そのすべてをここで点検整備しているんだよ。まさに今そこにちょっと階段があるんですけど、はい、もしかしてここを下がってみたりするんですか？そうですね。ちょっと行ってみたりっていいですか？はい、あ、大丈夫です。いいですか？はい、うわ、これは貴重な体験。ゆうちゃん、どう？おお、すごい。電車の下です。うわ、いや、近くで見ると車輪って大きいんですね。そうですね、大きいです。すごい迫力あるし、線路もすごいしっかりして、ちょっと触ってみてもいいですか？触ってでも大丈夫です。うわ、ひんやり鉄で。うわ、メカニックでかっこいい。さらに普段はホームに隠れて見えないものも。こういうものになってます。制御盤ということはここで電車を制御する。はい、じゃあすごく重要な場所っていうことですか？はい、何か故障があればこのモニターの中に暗号みたいなやつが、記号みたいなのが出てきて、それを見ながら故障の箇所を点検していきます。イーデンが動く仕組みを分かりやすく説明してくれるから大人も子供も楽しめるよ。さらに運転の体験会もやってるんだって。これは行くっきゃない。とここで点検が終わったイーデンがお仕事をしに行くみたい。こんな間近で動くの見たことないです。おー、動いた。おわー、すごい。ちょっとのけぞっちゃう、すごくて近い。まあ、間近で見ればね、ちょっと。おお、行ってらっしゃい。大迫力のイーデン基地、ゆうちゃん、どうだった？さあ、今回のニコニコ絵日記はこちらです。間近で見れば大迫力、イーデンの知られざる姿ということで、この車両基地で日々
電車の点検作業をなさってくださるこの皆様のおかげで、私たちが快適に電車に乗れることを知れてとっても嬉しくなりました。これからもありがたく飯坂電車利用させていただこうと思います。終点まで残る駅はあと4つ。この先もディープな魅力がいっぱいだよ。平野駅の周りには全国的にも珍しいものが。それがこの前踏切。なんと民家の玄関につながる踏切で20カ所近くもあるんだって。硫黄島駅には源義経の家臣ゆかりの硫黄寺が。松尾芭蕉が奥の細道で訪れたことでも有名だよ。さてゆうちゃん、終点に着いたみたい。さあ飯坂温泉駅やってきました。この飯坂温泉駅もね、味があっていい駅ですよね。さあせっかく温泉街へやってきたんで、ちょっと街歩きしたいと思います。行ってきます。石畳がこれまたいい雰囲気。ちょっと昔ながらの、ね、街並みも感じられるようでいいですね。温泉街を歩くのって楽しいよね。とゆうちゃん、何か見つけたみたい。あそこに味のある看板がありますよ。パン屋？いいですね。パン食べたい。あら素敵。こんにちは。お邪魔します。パンたくさん並んでますね。可愛らしい。昭和27年創業の渡辺パン店。ここでしか食べられない名物パンがあるんだとか。うちのオリジナル商品で、はい、ラジウム卵パンがオリジナル商品ですね。そうなんですか、はい、あ、美味しそうですね、はい、見た目は丸いフォルムの可愛いパン。その中にはドン、あ、黄身が出てきました。なんと中には飯坂温泉の名物ラジウム卵がドーンと一個。普通の卵よりしっとりしてるのが特徴なんだって。おー、うーん、あ、パンふわふわ。黄身もやっぱりしっとりしてますね、はい、固まってても。 うーん、おいしい。ラジウムってほんと小さい頃からやっぱりご飯にかけて食べるってイメージだったんですけど、す、ね、はいはい、パンもいけるんですね。そうですね、結構、はい、生地と合いますね、うん、さらにこちらも名物だというちくわパン。ちくわの空洞の中に詰めてやって焼いてあります。味はツナマヨやひじき、コーンポテトなど種類がたくさん。ゆうちゃんが選んだのはこちら。イカ人参が出てきた。いただきます。うんうんうん、人参の食感がシャキシャキ、はい、おいしい。パンがやっぱりそのお互いの味わいを邪魔しない、ほんとご飯的な感じですごく合う。新食感で、新食感ですね、はい、そして噛めば噛むほどやっぱりイカ人参だから味わいが増しますね、はい、お手頃価格で楽しめちゃう飯坂温泉の名物パン、旅のお供におすすめだよ。再びブラブラしているとありましたよ、温泉。ここでちょっと楽しみますか、足湯で。お腹も満たされましたし。足湯発見、旅の疲れを癒そう。お邪魔します。チャボン。おー、気持ちいい。いやー、ちょっとね、坂を歩いてきたんで癒されますよ。あったかい。グルメに観光に温泉に、ゆうちゃん、飯田の旅どうだった？
はい、ということで今回のニコニコ絵日記はこちらです。飯坂の名物パンに巡り合い、足湯に浸かってあー幸せということで、ラジウムパン、そしてちくわパンにも巡り合えて、で足湯にも浸かって本当に幸せなお散歩楽しむことができました。